NTT グループはおよそ3万人の社員を基本的に自宅勤務にする新たな取り組みを今日始めました。働き方を変えるとともにオフィス環境の整備も進めています。こちらのオフィスは8割以上がテレワークということで、やはりかなり閑散としているんですが、こういったロボットを使うなど様々な取り組みが行われています。NTT コミュニケーションズではロボットや等身大に映る電子看板などを設置し、離れた場所にいる人同士が同じ場所にいるかのような空間を作り出しています。オンラインでの上司と部下の対話や社員同士の雑談など状況に応じたコミュニケーションのスペースを整備しています。 NTT グループでは今日からおよそ3万人の社員がテレワークを基本とし、出社は出張扱いとなりました。これまでテレワークが難しかった部署にも広げられるかどうかが課題だということです。